ハローマゲドンとは2002年7月31日にプロデューサーツンクにより発表されたハロー。プロジェクトの大規模改編のことを指し、ファンの間で呼ばれている故障である。当時まだモーニング娘。の絶頂期でもあり、2001年まで順調だったユニットの全てを大幅に変えるというファンが受けた衝撃の大きさをハルマゲドンに例えた言葉でもある。ハローマゲドンとも呼ばれている。 当初は発表された日付をとって7.31事件などとも呼ばれた。ハローマゲドンが発生した日の会見が行われたホテル日光東京具体的な改変内容は次の通りだった。当時の報道ではそもそもハロープロジェクトとは何といった話から説明を始めたところも多く、ハロプロ組織構成の複雑さに各メディアは図解を混ぜて解説したが、 一部には、小川誠などのメンバーの名前などを間違えたり、石川理科と石井理科を混同するなどの誤った報道もあった。また、発表当時、小泉内閣の聖域なき構造改革になぞらえるメディアもあった。なお、本来のハローマゲドンには含まれないが、以下の2点はこの時の発表に時期が近いこと、内容がメンバーのリストラ的な内容であること。 発表が突然でありその理由も明らかにされない、ないしは不自然であることなどの共通点があることから、しばしばハローマゲドンに含めて取り上げられる。次のような理由で当時のファンから反発を受けた。あまりにも複雑な改変だったため、ハロプロの組織構成を理解しているファン以外の理解が十分に得られなかった部分が多い。 売り上げの減少など改変による負の影響を嘆く意見がある一方、改変以降の視点で、その後のハロプロの状況から見れば、終末的雰囲気の春曲げ通ンよりは、始まりの意味でビッグバンという意見もある。総じて、ハロー。プロジェクト全体の転換点の一つと位置づけられている。ありがとうございます。